いいよ、やって。岡田製作所は昭和41年に立ち上げたんですよね。ちょうど富士工業と同じぐらいですよ。で、向こうは大きくなったけど、うちはちっちゃくなるんだろうね。そういうわけだよね。で、最初ね、最初の依頼はこの NFT のね、こういうこのロー付けを頼まれたんだね。リングと、ガイドリングとロー付けを頼まれた。で、実際はこれ、焦げ茶色ので作ったんですよね。なんでかというと、アメリカは焦げ茶色が、ブラウンが一番高級品なんですよ、アメリカって国が。ね。で、これは、だからこれは、まあ、最初はこれだったけど、茶色に変えたわけですね。で、うちはこの口金を支給してもらって、この上から先を自分で作って、で、ネフテに収めるようになったんだけど、そもそもでもこの仕事を持ってきたのが、高橋ペンガラスっていうところで、まあ私が白子に住んでた時にね、ちょこちょこ出入りしてくれてたところが、これを、こういうのできないかって言われたんだよ。もう何万個でもいいから作ってくれってね。すごかったですよ、最初。もう何個作ったか分かんないぐらい作りました。で、そのうち、支給されて、これを納品に行ったんだよね。で、できたものね、買い物かみたいなね、ゴロ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 転がすやつ、あれに入れて、なんか橋渡ったな、あそこ。なんだ、知らないけど、でっかい橋を渡って、納品に行ったんですよ。親父と他の友達と3人で、車なかったからね、そんなんでやったんですけど、それが初めね。それからこういう、その後で、こういう足のついたやつを考えて、これもね、鈴木製作所っていう、これ鈴木製作所が大体作ってたんですよね。今でいうリチャーズかな、リチャーズってとこあるよね。そこがこれ作ってて、で、うちがそこの社長がね、私呼んで協力してくれって言うんですよ。で、これをね、ガルシャに売り込もうっつってやったんですよ。だけどガルシャはうまくいかなかったんね。それで自分がこれをちょっと見て、鈴木製作所の作った試作品をちょっと見てね。あ、もう3分。